鹿児島県に大雨警報が発表されました。発表された詳しい地点確認していきましょう。鹿児島県の出水市、薩摩、仙台市、甑島に大雨警報が発表されました。現在のですね、鹿児島県の様子確認していきたいと思います。こちら皆さんからいただいた天気の報告になっています。黄色が5レベルの雨の報告ということなんですが、このようにですね、雨足が強まっているエリアがあります。雨雲レーダー重ねてみてもですね、このように活発な雨雲が表現されています。東西に伸びる形で線状にありますので、この後だんだんと南下すると、今ザーザーレベルの雨の報告いただいているエリアも少し雨足が強まっていきそうです。この後も雨の降り方に注意してお過ごしください。さあ、そして実際に観測された雨の量も確認していきましょう。こちら鹿児島県出水で1時間に 55.5 ミリメートルの雨量を観測しているということです。50ミリメートルを超えているということで、非常に激しい雨の降り方となっています。この後も道路の冠水や河川の増水、あとは土砂災害などにも注意してお過ごしください。皆さん、今夜は安全な場所でお過ごししていただければと思います。以上、気象速報をお伝えしていきました。